わが実は、こら報告してから行かんか。お兄様怖い。ホンゴンゲンゲッグッゲッグッゲッグッ、ご安心ください。アスカさん、僕が守ってあげますね。優しい笑顔、このお兄様にならついていけるかもしれない。いかん、気絶しておられる。あばらが粉々になっとるな。丈夫な若のことだ、小一時間もしたら全開なさるだろう。仕方ないが、それまで。二人羽織。さあアスカさん、庭をご案内しましょう。はい、お兄様。なかなか気のつくやつだな。しかし聞き慣れん声だったな。つい見守りに来てしまったが、アスカのあの安心しきった顔はこれでいいのかもしれん。いや、これが正しいのだ。どんなに慕われても俺は実の兄、いつまでも一緒に風呂に入ったり寝たりするわけには。涼子ちゃん、なんでこんなところに。ここは私の家です。今おっしゃったことは本当ですね。アスカ様とお風呂に入ったり。バカ、大きい声で言うな。まるで俺が変態みたいじゃないか。変態ですわ、きっちり変態ですわ。どうかしましたか、アスカさん。気のせいかしら、今飛び丸お兄様の声が。で、大声お出しにならないで、気づかれては大変。僕がバブッマッお兄様って頼む、信じてない。いかずしておられる。あっとるな、バカのことだ。あ、全開なさるだろう。仕方ない、俺まで。さあアスカさん、案内しましょう。お兄様、なんか気の利くやつだな。他で聞いたような。